はい、皆様こんにちは。2月の7日午後3時58分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日でございますね。火曜日の配信をね、行っていきたいと思いますけれども、昨日と一昨日なんでございますけれども、ちょっとね、配信の方をキューブとさせていただきました。まあ先週もね、ちょっとあまりできずじまいだったんでございますけれども、これはね、ちょっと前から言っておりますが、2月のね、後半まで、ちょっとリアルワークの方が忙しくて、ちょっとごめんなさいね、配信、まあ収録がね、なかなかできないような状況、かなり忙しいでございますので、ちょっとね、ここはご了承いただけたらと、で、今日に関して言うと、今日はね、昼、ごめんなさい、夕方かな、だいたい6時ぐらいから、仕事が、3時間ぐらい、2、3時間ぐらいかな、入っているような状況ですから、今日はね、時間がかなり多く取れるような状況でございましたから、リアルワークの前に収録配信をねしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、ちょっとね、普段のまあ、仕事柄でございましょうか、2月末まで、まあ、2月の25、26日あたりぐらいまでね、ちょっと忙しいような続きます、忙しいような、状況がね続きますので、ここはねご迷惑をおかけしております。本当にねご了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。で、あとは、7のつく日、今日ね本当ね丸半分、ちょっと時間が今日は取れてましたから行こうかなと思ったんですけれども、もう一人の相方ね、あのメンティーでございます。メンティーがね、今日は今日でメンティーが忙しいということで、本当に申し訳ない。ちょっとここに関しても、今月はちょっと、さっきも言いましたように、リアルワークの方が忙しいので、ちょっと今月末までね、ちょっとストップさせていただきたいなと。まあ、あちらですよ、サブチャンネルの方もね、まだ作り上げておりませんから、そこの絡みがありますので、まあ、3月あたりからね、もう一回、その丸半分に関しても、再始動を。初めて聞く方は何のことを言ってんのかと、私、まあ、このおっさんでございます。今喋りまくっている、私、このおっさんがですね、7のつく日は丸半に行こうということで、パチンコ的なね、まあ、実機をこう映すわけじゃないんですけども、まあ、こう、様子をね、こう撮っているような、もの、丸半部というものを、作っているわけでございますよ。で、それが、今月、先月かな、先月と今月、かなりこう、忙しかったので、ちょっとできずじまいでございました。だから、3月からね、また再始動していきたいな、というふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で、話はね、まあ、配信の方に戻していきますけれども、まずは皆様に見ていただきたいものがございます。最近の仮想通貨業界、界隈を賑わしているのが、ザ・グラフ。そして、人工知能系 AI 系通貨でございますね。これがかなり界隈を賑わしているということで、今ここで見ていただいているのが、今皆様に見ていただいているのが、私ビットマン TV のね、チャンネルの方になります。なんでこれを開いたのか見ていただいてほしいわけでございますよ。よろしくお願いいたしますね。何のことを言ってるのか、こちらの方に再生リストというのがね、ありますよ。ここにパチッと押していただくと再生リストが出てくると、で上から下に流し込んでいきますと、ここ大注目アルトコインというところがねありますよ、再生リストの方に。で、この、二つね、今作っているわけでございます。二つ作って、去年は作んなかったかな。まあ、今年は作っていきたいなというふうに思いますけれども、まあ、いろいろ調べ物もしておりますからね。で、この上の方に、大注目アルトコイン、ボリューム2というね、もう調子乗りまくっているサムネがございます。はい。ボリューム2でございます。こちらの方に、先ほど言いました、ザ・グラフ。あとは、AGIX であるとかね、まあ、いわゆる人工知能系通貨の紹介を、なんとなんと、1年前以上からしていたということで、ありがとうございます。あれ、今ね、かなり大盛り上がりを見せているので、今の段階でですよ、かなり盛り上がりを見せているので、もう本当にね、私のこの、もう屈されたね、顔面を、もう今全面に押し出して皆様にね、言っているわけでございますけれども、本当にこの時にやっておいてよかったと。で、この後にやった後にね、仮想通貨業界で、まあ、言っちゃった冬みたいなのがガーッと訪れてきまして、やっぱり価格はね、バーッと下がってはいってたんでございますけれども、通貨によっては先ほど言った AGIX とか、うん、人工知能系通貨に、に関しては、かなりね、価格を取り戻してきている。というか、AGIX とかだったら、史上最高値に今もチャレンジしているんじゃないかなというところで、もうかなり盛り上がりを見せている。まあ、とにもかくにも、今二つ作っておりますから、下の方はね、かなり、さらにその前。2年ぐらい前に作ったかな。この2つ大注目アルトコイン。まあ、ビットマン TV がね、注目していましたよと、その時。うん。そのアルトコインを紹介しておりますから、ぜひともね、こちらの方も見ていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。この上の方、ボリューム2の方に、先ほど言ったグラフであるとか、人工知能系がね、入っておりますから、どういった通貨かなって知りたい方は、見るだけでも、あ、そういった通貨なのかっていうふうにね、まあ、振り返りができるかなというふうに思いますので、ぜひともね、よろしくお願いいたします。この時はまだね、携帯電話ですよ。うん。スマートフォンね。スマートフォンでまだ収録していたので、ちょっと画面が、まあ、ちっちゃいわけでございますけれども、まあ、今はね、タブレットでやっておりますから、もう皆様の、もう、
マートフォンの画面いっぱいに私のこのね、絵がバーンと出ているはずでございますから、ここは探していただけたらというふうに思います。私の、このチャンネルの再生リストの中に入っておりますからね、よろしくお願いいたします。で、探すのがめんどろっこしいと、探すのが嫌だという方はこのツイッターの方ですね、先ほどツイッターの方にもあげました。はい、上から下、固定ツイートの方の下の方でございます。ここにも書いてありますけれども、23分前にザグラフ並びに人工知能系最近ね注目されてきてますよねと、でこれ紹介してましたよねっていう風に言っておりました。この時にね、もう本当に信じる者は救われるでございます。この時にね、人工知能 AI 系を、購入してね、タカ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 溜め込んでいた方は本当に良かったなという風にね思っている次第でございます。何遍も言って申し訳ございませんけれども、ここ見ていただけたら、この youtube.be っていうところがあると思いますけども、これを押していただけたら、上の方ですよ、押していただけたら、私のチャンネルの方に行かずにもう直接こう再生がねできるような状況になりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも良かった良かったというところでございます。あともう一個ね作っておりますから、そちらの方も見ていただけたらというふうに思いますので、お願いいたしますよ。で、行きましょう行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、重要ニュースがお二つございます。まずはお一つ目、こちらポチッとなグラフの話でございます。ありがとうございますありがとうございます。はい、ザグラフというものはね、どういったまあプロジェクトなのかっていうのは、さっき皆様に見ていただいた大注目アルトコインの方をね、中を覗いていただけたら説明はしておりますからね。まあ、簡単に言うと、仮想通貨業界の、まあ、Google みたいなもんですよ。仮想通貨業界の Google みたいなものがザ・グラフというもので、日本の方にはね、本当にあんまり馴染みが、もう、私が紹介した時の時点でも、馴染みがかなりなかったんですよ。今がようやくこう、日本の方々の目にね、触れるような状況にはなってきたのかなという感じですけれども、私がその、動画をね、作った時には、海外の方からね、結構いただいてたんですよ。ザ・グラフってお前知ってるかみたいな形で、いや、これガチです。コメントでいただいてました。ザ・グラフっていうのがあるけど、お前知ってるかみたいな感じで、英語で入れられてたんですよ。で、調べてみたら、これすげえんじゃねえのとか思いながらね、まあ、紹介したわけでございます。まあ、詳しく、先ほどの動画見ていただけたらね、わかるかなというふうに思いますよ。で、行きましょう、行きましょう。はい、行きます。グラフ。時価総額10億ドルを回復。最近ね、話題に上がってますよね。チャット GPT というね。これがだから、AI 系を使った、まあ、チャットということになりますでございましょうか。そこをと絡めてね、AI 系通貨、人工知能系通貨も大盛り上がりを見せているということで、まあ、まさかまさかのね、今盛り上がりを見せている通貨を全部ボリューム2に組み込んでいたのがビットマン TV すげえなって自分で思いましたよ。本当に自分で見返してみて、あれこれすげえなと、別に自慢とかそういうわけじゃないですよ。なんか運が良かったなという感じね。だからボリューム2だけを見ていただいた方も、まあ、今この状況ね、まあ、たまたまこう日の光が当たっているような状況になっているかもしれませんけれども、一つの動画に今注目されているものを全部ぶち込んでたなと思って、それが本当にね、良かったと思っております。で、読んでおきましょう。行きましょう行きましょう。はい、インデックスプロトコルのザ・グラフ GRT ですね、はコインマーケットキャップのデータによると、2月5日に時価総額10億ドルを再び超えましたということでございますね。で、上昇は2022年、特に第4四半期における同エコシステムの大きな成長をね反映していますと。で、ザ・グラフは2022年後半に急落した後、今年に入ってから上昇し、現在は過去1週間で 55% 上昇、まあ、1.5 倍ぐらいになってますよということですね、価格が。で、0.13 ドル付近となっていると。で、2021年後半、暗号資産市場が大きく下落する以前は時価総額がね50億ドルを超えていたということでございますね。だから、まあ、10億ドルを超えたけれども、一時のピークに比べるとまだ5分の1ぐらいであるよということでございましょう、時価総額自体がね。で、グラフはここ書いてますね、詳しくね。オンチェーンデータを収集し、アプリ開発者などに提供しますと。で、現在、イーサリアム、ニアプロトコル、アービトラム、そして、オプティミズム、ポリゴン、アバランチ、ファントムなど、26のブロックチェーンデータのインデックス化をサポートしていると。で、データ企業のメッサーリによると、2022年第4四半期、ザ・グラフは、データ利用者からの収益が GRT 建てで、全四半期比 66% 増となったということでございますね。で、今後も収益の増加がね、予想されるというと、まだまだね、これ伸びていく可能性ありますよね。で、また一部のアナリストは、チャット GPT の人気によって上昇している AI トークンとの関連性を挙げておりますということでございますね。だから、ここの絡みがあるので、まあ、AI 系通貨もね、今ぐん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 伸びていっていると、まあ、AI っていうのはね、人工知能系、やっぱりこれはどうでございましょう、まあ近い未来ではなくて、まあある程度ね、遠い未来かもしれませんけれども、やっぱり、次のというかね、AI 系通貨、まあ、これ注目されていかざるを得ないところにもあるのかな、というふうには思いますので、やっぱ人工知能って、やっぱり言われ続けてるじゃないですか。で、これをね、いろんな企業がやっぱり、組み入れていくという世の流れは、やっぱり終わってはいかない。むしろ、今から発展していくところに入っていくんじゃないかな、というふうに思いますので、そういったところを考えていくならば、AI 系のね、プロジェクト、そういったものに関しては、まだまだね、時価総額であるとか、価格が、その関連の通貨ね、
価格が伸びていく可能性がやっぱこれ当然あるかなと。まあ、後でね、チャートを見ておきましょう。よろしくお願いいたします。で、いきますよ。コインマーケットキャップの最も価値ある AI と、ビッグデータに関する暗号資産プロジェクトとトークンランキングでは、現在、ザ・グラフが時価総額トップのプラットフォームになっておりますと。まあ、ほんと注目。もうね、仮想通貨業界の Google だってあの時言ってましたよ。本当に。言っててよかった。よかった。まあ、まだまだね、ピーク時に比べると価格はそんなに反映してきてませんけれども、今後ね、まあ、さらなる伸びにはやっぱりこう期待をね、しておきたいかなというところでございます。ニュースに上がってきているぐらいでございますからね、行きましょう行きましょう。で、ジェン2の暗号資産アナリスト、パブロ氏は、チャット GPT 効果による AI 関連株式の上昇にリンクしていると考えていると述べたということですね。で、ザ・グラフは、2022年1月、タイガーグローバルマネージメントが主導した資金調達ラウンドで、5000万ドルを調達しましたよということで、やっぱりこうね、まあ前々から外国の方々がね、本当に、よく入ってきてました。ザ・グラフに関してはね、お前知ってるかみたいな感じで本当に入ってきていて、あの時はまだね、こう日本のニュースに取り上げられるとか、そんなレベルじゃなかったんですよね。何にもこう情報なんて流れてなくて、その時にあの外国の方にはね、感謝でございます。はい。まあまだまだね、価格はさっきも言いました、低いですけれども、今後ね、どんどん伸びていくっていうところはやっぱり期待をね、しておきたいなというところでございます。はい。で、次行きましょう。今日の重要ニュース、最後でございます。こちら。コインベースね、コスモス関連の銘柄取り扱いの新規取り扱いをね、実施予定ということでニュースに上がってきておりました。ここはね、情報として仕入れておきましょう。いきまーす。アクセラというもの、私も初めて知りました。いきましょう。大手暗号資産取引所コインベースが27日、2月7日じゃないですかね、これ。ですよね。2月7日、銘柄の新規上場を実施する予定であると。あ、今月の27日ってことでございましょうかね。まあ、上から下読んでおきましょう。対象となるのは、アクセラーという通貨。はい。だから、やっぱ2月7日ですね。7日9時以降から取引開始。で、いきますよ。アクセラーは、クロスチェーンコミュニケーションに特化したブロックチェーンで、コスモス SDK を基盤に開発。まあ、コスモス基盤ということでございましょう。で、昨年10月にコインベースは、ERC20 規格の、ラップドアクセラーを先に上場させた経緯がありますと。で、また、コインベースは Web3 ゲーム銘柄、ボクセルを上場候補のロードマップに追加し、ボクセルが上場候補に入ったんですね。なんかちょっと上がってましたもんね、価格がね。これが原因かな？だと思います。まあ、コインベースの方でコスモス関連銘柄が、まあ、上場しますよということで、まあ、もう価格にはね、反映されているかなと、上がってはきているかなというふうに思いますので、まあ、ここね、持っていた方は、まあ、良かった良かったというところでございます。まあ、今後もね、こういったコインベースであるとか、あとはバイナンスね、やっぱりそこに上場する通貨っていうのは、やっぱ価格にかなり反映してくるところでございましょう。やっぱね、他の取引所ね、例えば、ほら、ビットゲットさんであるとか、バイビットさんであるとかね、ああいったところにほら、現物通貨が上場しますよってなっても、なんかこういうニュースには上がってこないですもんね。やっぱり、それが、なんかこう、仮想通貨取引所の、まあ、言っちゃうとランキングを案に示しているのかなっていうところもなんか若干ありますよね。コインベースとかは、上場するときにね、やっぱりこう、ニュースで出てきますよ。うん。バイナンスとかもね、たまに出てきますよね。上場をしますよとか、上場廃止になるものは出てきますけれども、やっぱりビットゲットさんであるとか、バイビットさんは、まだね、そういったもの、うん、上場はさせてるんだけれども、ニュースに上がってきていないというところがやっぱありますので、ここがね、やっぱニュースに出てくると、ビットゲット並びにコイン、バイビットさんがこの現物通貨を上場させますよというふうになってくるとね、それはつまり、仮想通貨業界でやっぱりかなり、注目をされている取引所というやっぱり認識にはなってくるのかなというふうに思いますので、そうなることがね、やっぱりバイビットさん並びにビットゲットさんにおいては、やっぱこう第一歩なところがあるのかなというふうには思う次第でございます。まあ、頑張ってほしいなというふうにね、思うところでございます。はい、それでは、本日のご案内以上となります。ビットマン TV がね、2021年から未来へ向けて注目しているよという通貨、動画を作っておりました。もしね、余裕がある方いるんであればぜひともねもう一回こう見ていただけたらどういった通貨かすぐわかるかなというふうに思います。ね、 AGIX とかはなんかこうあれね、イーロンマスクさんがね、ちょっと冗談か何か知らないけれども AGIX をなんかちょっとつぶやいていたみたいなことがだいぶ前あったんですよ。それで一時ね注目されていたというところもあったの、でほらやっぱりこうね、テスラ、まあほら電気自動車とか作ってるじゃないですか。だからああいったところって言っちゃうとこうそれこそ AI 関係とかやっぱり相性がいいとは思うんですよね。そういう AI 人工知能系のプロジェクトとはやっぱりかなり相性がいいんじゃないかなというふうに思いますから、これ将来ね分かんないですよ本当に。そういった分野にねやっぱりこう人工知能系がさらに組み込んでいって組み込まれてより一層ね注目されていく、本当に今後の仮想通貨業界でもしかしたらっていうか、一番伸びていく業界が本当にこの AI 関係の業界かもしれませんから、これはねまだまだ注目ね、されていくところがあるかもしれませんので、一応ね、お耳の奥にパチリと収納しておいてください。まあ、とにもかくにも、動画の方ね、ツイッターの方にも上に上げておりますので、見ていただけたらと思います。ボリューム1の方もね、見ていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のご案内、そして重要ニュース、以上となります。そして、行きましょう。本日のチャートまでーキパパプーパパプーパパプーバイバイ、よろしく。
くお願いいたします。お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。チャート分析はビットコイン、イーサリアム、あとはもう先ほどね、ニュースでも取り上げられておりました GRT ですね、ザグラフと、AI 系 AGIX、 そして、DBC ですね、ディープブレインだったかな、これも AI 系通貨でございます。ビットマン TV が、動画で上げておりました、まあ、1年以上前にね上げていた通貨でございます。 GRT、AGIX、DBC ともにでございますね、こちらはまあ今回見ていきたいなというふうに思います。先に言っときましょうか。AI 系通貨ね、AGIX であるとか DBC ね、ディープブレインかな、そちらに関して言うと、AGIX は、ビットルー、まあ、ビットマン TV のがね、使っている取引所の一つでございます。ビットルーにも上場しておりますし、あとはそれこそね、さっきツイッターの方でちょっと上がってきておりましたけれども、ビットゲットさん、本日の4時から、だからもう上場してるんじゃないかな、取り扱い開始になってるかなっていうふうに思いますけれども、AGIX の方は、ビットゲットさんの方でもね、取り扱いがされているような状況でございます。そして、あとはあっちら、gate.io ね、この一番上の右から2番目、ゲートさんでも取り扱いがある AGIX。そして、DBC の方は、これ意外となくて、ゲートさんの方で、gate.io の方では、取り扱いがね、あるような状況になっております。一応私が確認した中では、gate.io とフォビさんが、取り扱いあるかなという形、DBC に関してはね、この、まあ、2通貨 AI 系は一応ね、お伝えしておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、ゲートさんに行けば、AGIX も DBC もあるよ。AGIX に関して言うと、ビットゲットさんの方でね、新規取り扱いされてますよっていうのはお伝えさせてください。よろしくお願いいたします。今言った、ビットルーさんであるとか、ゲートさんであるとか、ビットゲットさんは、すべてビットマン TV 使っておりまして、あちら、動画の説明欄の方にね、リンクがございますので、もしね、お持ちでない方は、ぜひともね、ご活用いただければ、大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。動画の説明欄の方にね、リンクは貼っております。はい、で、行きましょう、行きましょう。まずは、こちら、ビットコインですね。見ておきましょう。ビットコインなんでございますけれども、冷やしで見ておきましょうかね。ただいまの価格が、22,900ドル付近をね、推移しているような状況でございます。ツイッターの方でもね、何回か流してはおりますけれども、まあ、雲を消して、いくとシンプルな形でこういった感じ。今、短期的には、まあ、冷やしレベルでございますけれども、ぐんとね、跳ね上がってきて、1月の20日あたりにぐっとね、もう一段高いところを、まあ、目指してきてからの、重要な22,700ドル。このラインっていうのは、いわゆる戻り高値でございます。安値を更新している。前の高値ということで戻り高値、うん、こちらのね、21,500ドル付近、ここもまあ戻り高値としての認識としておいていいかなと。これは、今の段階ではね、もうクリアしておりまして、やっぱりこうかなり意識はされておりましたもんね。上にグッと跳ね上がってきた時、年が明けてからグッと跳ね上がってきて、やっぱり21,500ドルあたりでもじもじしていて、もう一段上を目指してきてからの、その前の戻り高値にアタックしていってからのという話になっております。で、直近で言うと上昇の平行チャンネルを描いておりまして、なんとかね、この22,700ドルですから、重要な戻り高値の値位置を今なんとかサポートとしてね、切り返しているような状況になっている。これを割れ込んでしまうと、やっぱりどうしてもね、その前の段階での戻り、言っちゃうと21,500ドル付近までの下落っていうのはやっぱり調整として、覚悟しておかないといけないかなというところでございます。で、この21,500ドルを割れ込んでしまうと、やっぱり、この19,500ドル付近、うん、冷やしレベルで見た場合の中期並びに長期、もう今中期がね、ゴールデンクロスを起こしておりますけれども、この付近まで、やっぱりぐっと落ちてくる可能性があるよというところでございますね。まあ、調整が入るとですよ。だからその一つの、ゴーサインが22,300ドル割れ、22,300ドルというのは一旦グッと跳ね上がってきてからの、ちょっとね、こう今となってはまあ上昇チャンネルを描いているんですけど、その前はね、22,300ドルっていうのがある程度レンジの加担値として意識されていた。下が22,300ドル、上が、実態で考えていくと23,700ドル。だからこの間で、レンジをね、ちょっとこう組んでいたような状況だったわけでございます。ですから22,300ドルを割れ込んでしまうと、もう上昇の平行チャンネルも下に割れ込む、22,700ドルという今ね、なんとかサポートとして機能させているところも割れ込んでしまいます。一旦レンジを意識されていた加担値も割れ込むということで、22,300を割れ込むと21,500、そこを割れ込むと19,500から600ぐらいまでの下落余地があるかなというところがございますので、ここは注意しておきましょう。で、これちょっと前も言いましたけれども、先物の方でね、まだ窓が2万ドル、加担値2万ドルから上が25,000ドル付近で窓がまだ開いておりますから、もしかしたら、割れ込んでね、そこを埋めに来るような形での調整が入るかもしれませんので、本当に2万ドル付近までの下落っていうのはね、ちょっとこう注意しておかないといけない。22,300を割れ込むと、
2万ドル付近までの下落っていうのはもう覚悟しておかないといけないですよっていうのは、意識はしておいてください。で、なんとか今ギリギリ上昇の平行チャンネルをまだね守っておりますから、これ上に上がってきて23,200ドル、この黒いラインでございますね。黒いライン、一旦さっき言ったレンジを組んでいた時の、まあ言っちゃったその前ね、一回パッと上に、上離れをガンとね起こしてきたんですよ。一回抜けてきて、からのまあまた押されて落ちてきたわけでございますけど、その前の段階で実体部分聞いていた、23,200ドル、このラインを超えていければ、ちょっと土短期でのこの高値を結んだラインですね、ちょっと点線でいきますよ。この土短期での高値をぐーっと結んだラインもうまく抜けていきますから、もう一回ねこの上昇チャンネルの上端アタック、24,000ドル付近までの上昇というのは期待が持てる可能性がありますから、ここはね注意しておきましょう。まあ、とにもかくにも今一旦ねこう年初来からの上昇、ちょっと落ち着きをねやっぱりこう取り戻しているわけでございます。ちょっと買い方もある程度勢いがなくなってきてからのというところがございます。ただまだギリギリ、はい、上昇平行チャンネル内を推移しているということで、まだ強気なね、相場がまだギリギリ残っているかなという感じだから、23,200、この黒いラインを超えていければ、このね、5日間連続でずっと続いていた陰線の高値を結んだラインも超えてきますし、日足の短期の移動平均も超えてくる 23,200 という実態でもともと押されていたラインも抜けてきますから、一旦の力強さがもう一回取り戻されてきて 24,000 ドルアタックには入ってくれるんじゃないかなというところがございますので、ロングインをしたい方はね、上に上がってきてからの 23,200 超え、もしくは今ぐらい耐えきっていくと思うんであれば、今ぐらいからちょこっとこうね現物を FX 関係で入れてみて上昇を狙っていく、もし割れ込んだらこれはもう22,300 ね、22,300 を割れ込んだらこれはもうね、損切りをしていかないと、もうちょっとぐっと21,500から2万ドル付近までバリッと落ちてくれば可能性がありますから、損切りラインはしっかりと設定した上で上昇の平行チャンネルのサポート付近ですし、まだギリギリ22,700耐え切っておりますから、今ぐらいからちょっとロングで入れてみて、割れ込んだらこのラインを割れ込んだら損切り、上に上がってきて、23,200 を超えていけば追い玉をして24,000ドルあたりを利益確定ポイントとしていくみたいな形で、ちょっとね全利確ではなくて、ここまでもう一回跳ね上がってくればもう一回ね勢いがついてきて、この上昇の平行チャンネル上にブレイクしてくると、もう前々から言っている週足のこちら、中期と長期の被っている、そして、広い目線で見た場合の戻り高値ですよね、25,000ドルっていうところを目指して上がってくる可能性、これありますから、上昇の平行チャンネルを上にうまくブレイクしていくとですよ、目指していく可能性これ当然ありますので、そこで、全利確をかましていくみたいな形でね、ちょっとやっておいてもいいかなっていう感じがしております。で、週足を見ていただくと、まだ週足ね始まったばっかりでございますけれども、週足の短期の移動平均線もなんとか今22,700に追いついてはきている、この青いラインですよ。だからある程度硬い意識はねやっぱりここは出てくる、来ているかなっていう感じ、22,700ドルっていうのは。だからこれを、ま、割れ込むことが一つねまず嫌な状況ですけども、ヒゲで押し戻されてくる可能性もありますから、やっぱりこうそれを加味しても22,300、22,300ね、レンジを組んでいたこの片値を割れ込んでしまうとずっと行く可能性がありますので、 FX 関係勝負する方はね、やっぱり22,300割れ込んでからの損切りで逆 に21,500、こちらですよ、もじもじしていたこの21,500付近と、あとは2万ドル付近、19,500から2万ドル付近での反発狙いでねロングインをかましていくのがいいかなというふうには思いますので、ここは一つね意識しておいてください。まだカップウィズハンドル生きるかな、ここまで落ちてきても、ここまで落ちてきてもカップウィズハンドルはこれが生きるかなというふうに思いますので、ここから落ちてきてねぐーっと上がってくる、もう一回ね、上への続きチャレンジをねしていってほしいなというふうに思います。もし落ちてきた場合もですね、まあ、とにもかくにも今短期的にはまだ上昇の平行チャンネルを推移しておりますから、まあ、巷ではねあのツイッターとかでもやっぱ年初から始まっていった強気がもう一服して、ちょっとこう一旦調整下にぐーっとね試し落ちしてくるんじゃないかというふうには言われておりますけれども、まだね守るべきところはギリギリ守っておりますから、まだどっちに触れるか本当に分かんない状況かなというふうに思いますので、ロングインをねするんであればまだ一つありな場所にはいるかなというふうに思いますから、ここはよろしくお願いします。22,700付近、上に上がってきた23,200を超えていけば24,000ドルアタックにはもう一回入ってこれるんじゃないか、24,200から300付近を抜けていくと25,000でここから調整が入ってきてまたぐるぐるっと落ちてくる可能性がありますから、利益確定は25,000ドル付近っていうのがねベストポジションかなと、ベストポイントかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。下に関して言うと何遍も言って申し訳ございません、22,300を割れ込むと21,500、そしてその下の19,500から2万ドル付近までの下落っていうのは想定しておかないといけない。だけどそこまで落ちてきたらね、ある程度また逆に、相場を作り直して上にぐーっと持ち上がってくる可能性がありますから、ロングポジションをね構築していく場所としては特に申し分ないんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます、行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムクイーン
でございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が1632ドル付近をね、推移しているような状況。で、この通貨に関しても、まあ、何日か前に言っておりました。今ね、安値を切り上げていっている、この黒いトレンドラインをなんとかまだ全然守っておりますから、そして、高値はね、1700ドル付近で一定値、つまりアセンディングトライアングルがね、こうやって作成されていく可能性がこれあるよと。それを加味するならば、言っちゃうとこの黒いラインっていう場所は、押し目ポイントとして意識しておいてもいいのかなと、反発ポイントとして。だから1570ドル付近っていうのは下に落ちてきた場合の反発ロングインのね、一つポイントでございます。で、もしこれを割れ込んでしまったら、まあ、FX 関係の方は損切りをしていくか、もしくはこの1400ドル付近ね、この辺りっていうのは1350から1400ドル、1350から1400ドル付近です。この辺りっていうのは一つやっぱりサポート価格帯として意識されてくるところかなというふうに思います。この付近です。この付近、1350から1400ドル付近っていうのはサポート価格帯としては意識されてくるところかなというふうに思いますので、ある程度玉量を細かく仕込んでいこうかなと思う方は1570ドル付近で一つ、細かくロングイン、もし割れ込んでしまっても1350から1400ドルで耐え切って、もう一回ね、上にゴーって再チャレンジしてくる可能性がありますので、玉量を追加していくんであれば、このあたりのポイント、1400ドル付近ですよね。このあたりのポイントが一つロングを構築する場所としては意識持てるところかなというふうに思います。で、もしこれを割れ込んでも、まあ3分割ぐらいでいくんであれば、最終的には1270から80ドル付近かな。このあたりっていうのはもともとレジスタンスとしてバチバチに効いていてからの逆にサポート反転しております。で、ここもある程度レジスタンスとしては意識持たれているところかなというふうに思いますので、もし1400ドルあたりを割れ込んでも、最終的な防衛ラインとして1270ドルあたりっていうのが機能してくる可能性がありますので、1570、あとは1350から1400、そして下に関して最下端値は1270ドルあたりでの、3分割ロング構築をして上をね、目指していくような形で、どこかしらのポイントで耐え切って上を目指していく可能性がありますので、ロング構築をしていく方は今言ったポイントがね、一つ抑えるべきところかなというふうに思いますので、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。で、上に上がってきた際にはちょっと週足に落とし込みますけれども、いいですか。今中期のね、移動平均線、黄色のラインが下にぐーっと落ちてきております。ぐーっと落ちてきております。これいい状況ですよ。上に上がってきた時、いわゆる1700ドルをブレイクしていけば、このアセンディングトライアングル耐え切って成立していった場合、この黄色のラインがもう邪魔にならなくなりますので、上値を追っていきやすくなるわけですよね。で、そうなった場合、壁が一つ減っていく。で、意識されていくのは、あと週足の雲っていうのが邪魔になりますので、1900ドル付近まで、次ね、1700ドルを超えていけば1900ドル付近まで上値を追っていけるような状況にはなるかなというふうに思いますので、1枚あたり150から200ドルぐらいの利益がこの隙間で取れていける可能性がある。で、あと一つ壁になるのが、やっぱりこの2000ドル、2000ドルっていうのはまあ戻り高値ですよね。この大きな波の中での戻り高値の一番、まあ いわゆるトップですよね。このラインっていうのがやっぱり戻り高値の一つとしてはかなり意識されてくるでしょうから、1900ドルを超えていけば2000ドル、2000を超えればかなり大きな強い上昇が、もう弱気的な意識がかなり吹っ飛んで、もう払拭されて、強気相場の方にもう長い時間軸で移行してくるんじゃないかなというふうに思いますので、それこそ2900ドルぐらいまでぐーっとね、上がってくる可能性がこれ大いにある。もう弱気が一掃されて、強気相場の方に長い時間軸で言うと移行してくるんじゃないかなというふうに思いますので、ポイントは2000ドルですね。イーサリアムの大きな流れで上昇の強気、さらなる強気を生んでいくのは2000ドルというところが一つポイントにはやっぱりなるかなというふうに、この戻り高値の部分を、取り戻していくっていうのがものすごく重要にはなるかなというふうに思いますので、2000ドルを超えたらある程度もうショートよりもね、ロング、かなりロング寄りで攻め入っていく方が多くなるんじゃないかな。 FX 関係もね、そうでございますけども、 OK でございましたか。だからその足がかりとなるのが1700ドルっていうのがやっぱり意識されていくでしょうから、一つ上に上がってきても1700ドル付近で、ポジション構築をしてロングで、徐々にこう積み上げていくような意識でやっていってもいいかなというふうに思いますので、そこはね、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。やっぱり上海の大型アップグレードありますから、そこも含めると下がってきたらね、買い方の方がやっぱりこう意識、強くなっていって、上にぐんぐんと押し上げていく勢いがね、やっぱ増していく可能性もあります。それを考えていくならば、ショートインをしていくんであればね、これ意外と思ったほど下がってこない可能性ありますから、もうショート打つんであれば、やっぱり利益がある程度出ている時にどん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 取っていくような形にしていかないと、これどこで跳ね上げをね、行ってくるか分かりませんので、そこだけはね、注意しておいてください。そうですね。まあ、落ちてきた際には、まあ、逆に言うと、こう、ロング構築を意識して、話を進めていくのがいいかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今ね、ビットコインの様子があまり、こう、年初来から、一服した感じもあるというふうに言われておりますから、そこを加味するならば、一旦、
ぐーっと1570、割れ込んで1400ドル付近まで落ちてくる可能性がありますけども、ロングロング積み上げて、最終1280で積み上げて反発狙いでね、もう一回、チャートを作り上げてくる可能性がありますので、ポイントポイントでね、どこでこう支えが入ってもう一回回復してくるかわかりませんので、今言った値打ち、落ちてきた場合の今言った値打ちっていうのは、一つ構築していく場所としては申し分ないかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。まあ直近で言うとアセンディングトライアングル作っておりますからね、まだ強気の意識は、保たれているような状況ですから、それも加味しながらね話を進めていきましょう。まあ調子は悪くないですよ、はっきり言いますけどもね、全然悪いところではございませんので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きます。次は、ザグラフですよね、 GRT をね見ていきたいなというふうに思います。行きましょう、行っちゃいましょう、こちらポチッとな、行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。ザ・グラフなんでございますけれども、ただいまの価格がね、0.15 ドル付近を推移しているような状況でございます。はい。大きな流れの中で安値を更新、しているね、ところがございますよ。まあもうトップ。この一旦ぐーっと上に盛り上がってきた場合、時のね、去年の8月あたりにつけてきたトップ付近、このあたりは、大幅下落をね、バリーと起こしてきてからの、ある程度耐え切っていたラインとしては意識されていた。これが逆に言うと、ある程度こうね、広い目線で見ると、サポート価格帯がレジスタンスとして生きてきて、最後ガラーって行きましたから、今それを逆にね、またまたレジスタンスとして機能させているようなところ、まあ、機能させているというか、まあ今日ね、本日アタックしてきましたから、これがどうなっていくのか、これをね、ぶち破ってまだ上をつついていけるのかどうかというところでございますけども、これ明確に抜けていくと、次なる目標価格はね、うん、やっぱりこう大きな目線で見るならばサポートとして生きていたこの黄色のライン 0.3 ドル付近っていうのが今現時点での目標価格にはなっているかなというところ。ただね、これ週足、そうなんですよ、これね、週足を見るならば、うん、そうですね、戻り高値にアタックしております。週足を見るならば中期の移動平均線も被ってますから、これを加味するならば 0.16 あたり、 0.16 ドルあたりを抜けていけば戻り高値もクリア、中期の移動平均もクリアしますから、週足レベルでね 0.16 を抜けるような状況で確定してくれると、これ 0.22 ぐらいまで値をこうグッとね、価格を伸ばしていける可能性がある。で、抜けていけば 0.3 を、まあ、目指していくような流れになるかなというふうに思いますので、とにかくちょっと時間は長いですけれども、うん。週足レベルで 0.16 をつけて確定してくれれば、0.22 あたりを攻め込む、という流れになるでしょう。まあでもね、あと5日間ありますからね、それまでにはクリアしていって上のヒゲ伸ばしてね、ぐーっと押し戻されてくる可能性もあります。日足でまあチャレンジしたい方はね、今ね、もう上にぐんぐん上がってきておりますから、まあ FX 関係ね、なかなか怖い。でもショートインするところでもね、なさそうな感じもしますけれどもね、今のアタックを見る限りではですよ。まあ、RSI 値がまあ、変わりすぎの領域にあるっていうところはね、ちょっと気になるところ、83あたりをつけております。ちょっとフィボナッチエクステンション的なものもちょっと加味していこうかなというところがありますけれども、ちょっと見ておきましょうか。カタンチここで、こういう流れでいきましょうかね。ちょっと押し弱いかもしれませんけども、ここ。はい、行きましょう。ってなると、今ね、ちょうど、この波考えていくならば、今 1.618 チャレンジしてるので、それを加味すると、この流れのね、上昇のある程度一服感はあるかなというところ。しかも戻り高値アタックしてますから、FX 関係で入った方はね、ある程度利益確定を意識しておいてもいいかな。これ抜けていけばね、さっき言った 0.22 ぐらいまで、値をね、伸ばしていける可能性はありますけれども、週足がいかんせんね、ちょっとこう、中期も邪魔になっておりますから、まあ、ここがどうなっていくことやらというところでございます。まあ、現物をね、買っている方は、まあ、今の段階で特に切り離すところもないかなというふうに思いますから、まあ、見守っておけばいいでしょうと、話題性も伴っておりますからね、いいかなというふうに思いますけども、FX 関係をね、加担値からやっている方に関しては、ある程度こう、上昇のね、一服感も見えてくる可能性がありますから、利益確定としてはね、の場所としては特に悪いところではございませんよっていうのは押さえておいてください。はい、で次行きましょう。次の上を目指していくんであれば 0.22、 その後 0.3 ドルアタックにね入ってくるかなという感じがねしております。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます。AGIX シンギュラリティネットでございますね。見ておきましょう。AGIX なんでございますけれども、ただいまの価格 0.55 ドル付近をね推移しているような状況。史上最高値が、まあこれ史上最高値かな、一応上場後高値ゲートど、あ、ごめんなさい、空コインですね。空コインで今これチャート見てますから、空コインにも上場しているゲートさんでもあります。はい。一応ここで確認できるのが 0.64 ドルっていうのが、空コインさんでね、上場した後の最高値でございますから、今ここのアタックに入っておりますよっていうのは、一つ、まあ、確認が取れるところでございましょう。これ消しておきましょう。で、一つね、あるのが、いいですか？こういった形。はい。エリオット波動ですよね。ここが、意識されていく可能性があります。1、2、3波目。今、1、2、3波目という意識を持たれていくならば、一回押して C、5、5波がね、作られる可能性がある。だから、それを加味するならば、もう一段上値を追っていって、この 0.464 ドルあたり、ここでのアタックに入って調整 ABC が入ってくる可能性がありますので、これ
れがね、今後の考えられるシナリオの一つでございましょう。はい、エリオット波動ですよ。1、2、3波目っていう風に考えられるので、今ちょっと上のヒゲ伸ばして押されているような状況ですから、4、5波目が最後ね、作られる可能性がある。だから、それを加味するならば 0.64 ドルっていうのは一つね、利益確定ポイントとしてはありかなというところがございます。じゃあ4波目で落ちてくるんであればどうなるのか。この、今ね急にバンバンバンとね価格上がってきておりますから、この短期の移動平均線、青いラインがね、これまでここまで力が強いと、青のライン、短期の移動平均線がぐーっと上がってきた時にこのね青いラインをサポートに転換できるかどうかっていうところがあると思います。 1,2,3 波目でここをサポートとしてぐーっと押されて4波目が作られてくるかどうかですから、この青いラインとの関係性をね考えていくのがいいかな。これを逆に割り込むとエリオット波動の、4号を作られずにガラガラと落ちてくる可能性もありますからね。もしシングラリティネット短期的に、まあ、短期的にとかね、いつぐらいから皆さんが入ったかどうかにもよるんですけれども、まあこのね、かなり、安値をぐーっとね推移していたあたり、だから去年末から年初にかけて、このあたりで買っていった方に関してはもうかなり十分な利益、どうでございましょう。 0.05 から今 0.05 から 0.55 ですか、もう10倍ぐらいになってるんですよもう10倍ぐらいに跳ね上がってるんですよね。ここ、どうでしょうか。あ、1ヶ月余りで10倍ぐらいにこれなってますので、もう買い集めた方は結構いい形で利益確定をね意識しておいてもいいのかなって。3波目が一応ね、やっぱエリオット波動を考えると3波目が一番長いっていうのがありますから、それを加味するならば一番利益率が高いところはもうね経過している可能性がありますから、短期的に入った方はね利益確定を意識しておいてもいいでしょう。現物でまだまだね、今後注目されていく可能性があるなと、現物で握っている方、まあ FX 関係ですよ今言ったのはね、現物で握っている方はまあまだね楽しみとして取っておいてもいいのかなというふうに思いますけども、まあさっきみたいなエリオット波動あと4号作られるんであれば 0.64 っていうのが結構、意識されていくラインかなというふうに思いますので、それを加味してもね、ちょっと現物を購入している方ももう10倍になってますから、ちょっと利益確定してね、全部じゃなくてもですよ、現物ちょっと残しておいて利益確定して、結構下がっている他の通貨でバーッと回していってもねいいかなというふうに思いますから、ここは一つ意識しておいてください。そうですよね、 0.05 から今 0.5 ぐらいまで上がってますから、もうこの1ヶ月間で10倍になって10倍銘柄です。これすごいですね。まあ良かった良かったというところでございますけども、まさかこんなにね化けるなんてっていうね、この短時間でですよ、思わなかったところでございます。まあとにもかくにも今かなりねぐんぐん上がってきている RSI 値ももう85.6あたりをつけておりますから、買われすぎの領域に入っております。そうですね、現物今切り離したくないよって方はこの短期の移動平均線、日足もしくは4時間ね、4時間もまだ上、を保っているから短期の移動平均線を割れ込んでからね、ちょっとこう利益確定を 0.5 ドルあたりを割れ込んでからちょっと利益確定をしていこうかな。それまでは下をぐんぐん、下をねいわゆるサポート価格としながら、この短期の移動平均線をサポートとしながら上にぐんぐん上がってくる可能性がありますから、それまで待っておく。でも 0.64 というのは今上場後の高値でございますから、ある程度そこをね関の山として見ておくのがいいかなというふうに思いますので意識しておいてください。すごいですね、1ヶ月でもう10倍ですよ。もうものすごくね跳ね上がっているところでございます。はい、で行きましょう。今日の最後ですね、今日の最後は、ディープブレイ、というコイン DBC を見ておきましょう。こちらもねビットマン TV のいわゆる期待の新通貨として、ご案内しておりました通貨でございます。見ておきたいなというふうに思いますけれども、こういった形、はい、ただいまの価格が 0.0094 ドル付近をね推移しているような状況でございます。もうこれはまあ見てもらったらはっきりわかると思いますけれども、もう雲とかね関係ないもんバンバン上がってきておりますからね。今の価格が安値を更新しております。戻り高値にのアタックに入っているところ。だから 0.01 を明確に抜けていけば、次なるね、上昇の波がやっぱり訪れてくるかなと。 0.01。ちょうどこれ 0.01。引き目で見たらわかると思いますけども、サポートとして機能していたところをレジスタンス機能しておりますから、ここですよ。サポレジ転換線としてね、意識が持たれているところでございましょう。ちょっとごめんなさいね。水平ライン引いておきましょうか。こういった形でございます。この付近ですね。はい、ここ。いきます、ここですね、があります。だから今の価格、がちょうどそのサポレジ転換線にアタックしているところでございますので、もう短期的に入った方は今の段階でも FX 関係はね利益確定を当然こうしていくべきところに差し掛かっているでしょうというのは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。この通貨に関しても12月あたりから考えていくならば 0.0004 0.0004 はい 0.0004 ですから、0.004 10倍になってますもうアホかっていうぐらい上がってます。20倍ですよ皆さん。12月からも20倍になってますからね。 0.0004 から0.0005 ぐらいかな。 0.0005 から今 0.05 今 0.00 0.005 だから、ごめんなさい20倍じゃないですかね、ごめんなさいね。ゼロがいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。ごめん、もう、見してくださいよ。だから、ゼロがこれ3つ。ゼロが2つ。いやいやいや、そうですね。20倍ぐらいになっているということですので、かなりね、もうやべえことになってる。だから、
これどうなの、10万ぐらいぶち込んでいたら、もしこの時に10万ぐらい入れていたら、まあまあ結果論ですけれども、もう20倍ぐらいになっている。だから200万ぐらいに今金額としてはなってるわけですよ。もうものすごいね、勝ち上げを行っている状況でございますから、もうこれはね FX 関係もう十分なんじゃないかなという感じ。まあでもいないよねこれね、ここで仕込んだから10万仕込もうかねとか思った方いたのかな、これいたらすごいなという感じですけども、まあ本当におめでとうございますという感じ。うん、本当に10万入れていたら200万ぐらいになっているっていうところでございますからね。だからもういいのかなっていう感じでしょ。利益確定しても1ビットコインはいかないぐらい購入ができるような状況になっておりますから、今ちょうどサポレジ転換線にいますので、うん、現物も FX もある程度関の山として捉えておいてもいいかも。で、全部じゃなくても、現物ね、全部じゃなくても、まあちょっと残しておいて、史上最高値が 0.035 ドルあたりですから、そうなると今からまたね3倍4倍ぐらいに跳ね上がってくる可能性もある。うん、だからここはね、自分の欲との戦いでございますよ。まだ上がってくる可能性もありますけれども、現物としてもうこの底値付近で購入した方はね、もう20倍に跳ね上がっているところでございますから、利益確定ポイントとしては特に悪いところじゃないでしょう。 RSI 値を見ていくと、うん、そうですね、87あたりをつけている。マックス91とかこのあたりつけてますもんね。90付近92とか、うん、このあたりつけてますから、もう RSI 値もねかなり変わりすぎの領域に入っておりますから、一旦調整がね入ってきてもおかしくないのかなという感じがしますから、そこを加味してね、一回現物利益確定をねしておいてもいいところに差し掛かっていますよっていうのはお伝えさせてください。よろしくお願いいたします。 0.01 を明確に上にブレイクしてくれば、それこそね史上最高値の 0.035 ドルあたりかな、 0.01 を超えていけば 0.035 あたりを目指していくような流れでバリーと上がってくる可能性がありますから、0.02 ドルもやっぱり、一つダブルトップをつけてきたトップ値位置でございますから、 0.01 から青いラインから入っていく方は 0.02 そして 0.03 をねある程度基準として利益確定をしていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。底値圏から買った方はもうね利益確定を一つしておく目標価格には到達しておりますよっていうのは意識しておいてください。はい、それでは本日の配信は以上となります。ちょっとね、まあ、分析というよりも結構ね楽しみなところがありましたから、 DBC に関しても、あとは AGIX に関してもね、かなり上値を伸ばしている。 AGIX に関してはエリオット波動を今3波目というところが作られているかなという感じ、C5 で4波目で押されて5波目で伸ばしていけるかどうか、ただねもう関の山感もちょっと出てきておりますから、短期的に FX 入った方はね利益確定をある程度意識しておくのがベストでしょう。 AGIX の方ですよ、よろしくお願いしますね。はい、行きましょう。今日の配信は終了といたします。またね明日配信をねしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、次の配信でお会いしましょう。バイ。